皆さんこんにちは、アリタンこと白石アリサです。今日はキャナルシティ地下1階にあるハムリーズにやってきました。なんとこのハムリーズ内にぬいぐるみギフト専門店のハズバズバイハムリーズがオープンするということで、いやーもうねすごい夢の国、今からアリタン行ってきます。誕生日なんですよ。あと2ヶ月なんですけど、今日もしよければ12月のぬいぐるみなんてあるかななんて思って。こちらございます。うわあ、ちょっと見てもいいですか？はい、ご案内します、ね。ちょっとお願いします。はい、わあ、嬉しい。あ、こんな風に。そうです。わあ、すごい。映えてる。映えてる、映えてる。これは映えだと思います。すごい。まあでもあと2ヶ月後ですからね。はい、わあ、じゃあこれ全部誕生日の。はい、そうです。これは日にちごとに全員。日にちごとに。はい、あります。ってことは自分の誕生日の日だけのぬいぐるみができちゃうって。はい、そうです。自分だけのぬいぐるみがもらえます。いや欲しいな。ちょっと予約して帰ろうかな。12月9日ね。素敵。いろいろデザインが違うんですね。そうですね。全部違います。かわいい。これで自分だけのぬいぐるみ。すごい。だってこれとかすごいですよ。スパンコールの恐竜ってかわいい。なんかインテリアにもいいですね。そうですね。部屋が明るくなる。いやーとってもキラキラになって。いやかわいい。いやこれ女の子とか好きでしょ。ピンクピンク。ちょっと見たいな。かわいくないですか？いやー自分で買うのもいいですし、これギフトにもいいですよね。そうです。贈り物にもぴったりだと思います。いや素敵。いやもうぬいぐるみがめっちゃ好きで。本当ですか？そうです。もう25歳でもまだ夢見てるんで私。いやー素敵。欲しいな。もう誕生日関係なく全然自分の好きじゃないぬいぐるみ集めたいですね。いろんなキャラクターがいるので自分の好きなものをお買い求めいただければと思います。わあ、そしてちょっと気になったのがですね、ここすごいですね。こちらリアルなぬいぐるみになっております。ちょっとさっきの可愛いとまた違って超リアルじゃないですか？超リアルです。もうだってこれ食べられそうですもん。すごい。うわサファリですね、サファリ。いやちょっとこれ見てください。これめちゃめちゃリアルじゃないですか？これ家に帰ってきてベッドにいたらびっくりしますよね。すごい。これは何のぬいぐるみなんだろう？これはハンサっていうブランドになるんですけど、毛の質感とかもこだわっててすごいリアルにできてます。本当だ。よりリアル。これ飼ってますって言ってもおかしくないですよね。ペットとして飼ってください。すごい。わでも日本にいない動物もいっぱい。あらこれ乗っけちゃいます。かわいいですね。どうも相棒です。相棒です。わあすごい。リスなのかな。あまりにも似すぎてて、でも思ったよりもお値段が高くないんですよ。だってこちらで1500円。やっぱこれだけ夢の国だとお値段高いのかなって思ってたんですけど、お手軽にゲットできちゃうっていう。へえ、うわーすごい。これ玄関用ですね。これはいらっしゃいませからのキリンデーオープン。すごい。いろいろあるんですね。うわこちょっと、あらすごい。いやヘビー。これちょ持っていいですか？いいですよ。首に巻いちゃってください。ちょっと巻いちゃいますよ白石さん。うわどうですか？すごい。やっぱ実際の本物のヘビ怖いけど、
に驚かせたくないんですか、わーとか言って、かわいい、しかもね生地がすごくいい、うわふわ、いやーすごーい、なんか動物園に来た気持ちですね。こっちもいいですか、行って、かわいい、ちょっと次かわいいコーナーに来ましたよ。いやー、くまちゃんだ。こちらは、シュタイフというブランドになっておりまして、ちょっとお値段がお高めのものになっております。あら、お高めのものですか。ちょっとじゃあ、あ、こんな感じでセットになってるんですね。あ、もう素敵なギフトになって、え、かわ、でもかわいい、ちょっとお値段見よう。あ、素敵なお値段で価格ですね。そうです。まあまあ、でもこれだけ可愛くてギフトでセットになってですので、いや、ギフトは値段じゃない気持ちです。そうです、お気持ちです。そうです、お気持ちです。いやー、かわいい、お部屋みたいですね。あー素敵。あ、これ見たことある、パディントンです。ですね。そうです。いやー、かわいい、欲しいな。おカットでこれ後ろまんじゅうですか。そうですね、テレビを最初に生み出したドイツのブランドに。ドイツで。そうです。テディベア好きです。もう女の子って言ったら絶対テディベア好きですよね。好きです。いや、やっぱ男性にもらったら嬉しいですよね。嬉しいですね。もう惚れますね。惚れます。キュンジに、こっちも行っていいですか。ぜひ。すごーい。あー、かわいい、いっぱいある。あ、すごい、お誕生日のギフト用にも。ハッピーバースデーのお洋服着てます。素敵ですね。ウミガメなんかもいますよ。すごい。あ、こっちにいっぱいあります。いや、これかわいい。いや、これめっちゃかわいいですね。女の子大好きだと思います。いやー、これかわいい。これ、服着せてるんですか？そうです。いや、ちょっと見てください。なんてかわいい。いやー、これもらいたいな。ちょっとこれ、好きな男性の方とセットで、こう、男の子、女の子なんてセットってどうですかね。もうすごい素敵だと思います。今からもクリスマスの時期に入るので、ぜひ。そっか、予約とかはできるんですか。予約はできないんですけど、一応もう来ていただいて、早い者勝ち、早い者勝ち皆さん今から駆け込むしかない早い者勝ちです。あ、でもね、あの生物とかじゃないから、もうプレゼントで買ってて、あの自宅でね、保管していくってもいいですよね。本当時期になってくると、もうみんな人気でなくなっちゃいますもんね。かわいい、ちょっと、わーわー、ちょっと見てください、これ。ちょっと買いました、すいません、マンションですけど買いました。かわいい、よくできてますね。これ本物より可愛いんじゃないかってぐらいね。いや、しつけがいらないですからね。しつけがいらない、そうですね。おトイレもしないし、 それこそ私みたいなマンション住まいでペットが飼えないって方も、こういう猫ちゃんあると、いや、もう顔が可愛い。あー素敵。はー、ありがとうございました。楽しゅうございました。すいません、はい、あのこちらでラッピングをしてもらえるってお聞きしたんですけど、はい、もちろんこちらでお受けいたします。これ今選んじゃっていいんですか。もちろんです。うわ、どうしよう。うわ、素敵なお花にバルーンにいっぱいありますね。もうこれはでも自分のセンスで、お好きなものをお選びください。うわ、迷うね、迷うね。いや、まずやっぱでも女の子のオードピンク、私の好きな赤色。うわ、いっぱいカラーがある。すごい、本当お花屋さんに来た感覚ですね。ありがとうございます。うわ、かわいい。もうこれだけでもめっちゃかわいいんやけどね。あ、バラもある。うわ、ちょっとお姉さん、私のセンスどうですかね。ちょっとこれドキドキ。あ、青のバラとかもちょっといいですね。ちょっと色になってすごくかわいいと思います。じゃあ次バルーン。いや、いいな、お星様もある。あ、これハッピーバースデー、誕生日もお祝いいただけます。あら、せっかくなんでちょっとハッピーバースデーも入れちゃいますかね。こんな感じでいいですか。もちろんお好きなようにお選びください。うわ、じゃあそしたらすいません、私チョイスの、こ
こちらでラッピングをお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみにクマさんたちぬいぐるみもご一緒にお入れできますが、よろしいですか？お願いします。はい、お好きな子選んできてください。うわー、迷う。どれも可愛いな。でもやっぱりピンクが多いからピンクですかね。わー、君に決めました。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあこの子と一緒に包ませていただきます。はい、これはラッピングしてるところも見れちゃうんですか？お好きなように見ていってください。選ぶのも楽しい、見るのも楽しい、全部が楽しいところなんです。あ、すごい、本当だ、お花屋さんみたいですね。いろんなお花があって、人それぞれ選ぶものが全然違うので、本当に世界に一つのものになっちゃうんですよ。世界に一つだけの花束。はい、枯れないので一生思い出にも残る素敵なものが出来上がるんです。やっぱ枯れないってとこいいですよね。もうお部屋に飾りたくなっちゃうっていう。あ、すごい。もうすぐ完成します。できました、ありがとうございます。ちょっと見てください、バリかわいい。すごい、さっき選んだお花たちがこんなに夢かわいい花束に、しかも世界に一つだけ。いやー、かわいい、ほんと夢かわいいで、これいただいたら嬉しくないですか？気になっちゃいますね。うわー、幸せー、すごい。ご家族にも友達にも恋人にも、うわー、これはぜひプレゼントに、どうですか皆さん。そして私もぜひお待ちしております。ありがとうございます。いやー、素敵ね。もうプレゼント用にも自分用にも、いや本当にラッピング可愛くしていただきました、ありがとうございます。皆さんぜひキャナルシティ地下1階のハズバズバイファミリーズお越しください。待ってます。あと2ヶ月後。